と思えないんです。土屋は彼女をかばってるんだと思うんです。かばう？土屋はそんなことができるようなやつじゃありません。どうしてそうやって決めつけるんですか？私は土屋のことを中学の3年間ずっと見てきたんだ。でも私が見てる今の土屋はあなたが知ってる土屋と同じじゃない。とにかくお引き取りください。私は彼女と話がしたいんです。宮崎さん、土屋は嫌がる女の子を強引に連れ回すようなやつじゃないでしょ。そうでしょ宮崎さん。お願い、あなたの口からちゃんとあなたの言葉で聞かせてくれないかな。宮崎さん、お願い。宮崎さん、いい加減にしろ。土屋、何やってんだよこんなところ。どうせもうすぐ退学だし。まだ決まってねえだろ。やけになんなって。ヤン組すげえ心配してるぞ。んなわけねえだろ。先行なんかみんな同じなんだよ。少しでいいから話。